こんにちは。太宰治む作、畜研団の5回目をお送りします。おい、変なものがついてきたよ。おや、かわいい。かわいいもんか。追っ払ってくれ。手荒くすると食いつくぜ。お菓子でもやって。 例の軟弱外交である子犬は、たちまち私の内心、威風の情を見抜き、それにつけ込み、ずうずうしくもそれから、ずるずる私の家に住み込んでしまった。そうしてこの犬は、3月、4月、5月、6、7、8、そろそろ秋風吹き始めてきた現在に至るまで、 私のの家にいるのである。であ私はこの犬には幾度泣かされたかわからないどうにも始末ができないのである私は仕方なくこの犬をポチなどと呼んでいるのであるが半年も共に住んでいながらいまだに私はこのポチを一家のものとは思えない他人の気がするのである ゆっくりゆかない不和であるお互い真理の読み合いに火花を散らして戦っているそうしてお互いどうしても釈然と笑い合うことができないのであるはじめこの家にやってきた頃はまだ子供で地べたのアリを不審そうに観察したりガマを恐れて悲鳴を上げたり その様には私も思わず失笑することがあって憎いやつであるがこれも神様の御心によってこの家へ迷い込んでくることになったのかもしれぬと縁の下に寝床を作ってやったし食い物も乳幼児向きに柔らかく煮て与えてやったし飲み取り粉など体に振りかけてやったものだけれども一月経たつと もういけないそろそろ打見の本領を発揮してきた「卑しい」「もともとこの犬は練兵場の隅に捨てられてあったものに違いない」「私のあの散歩の木と私にまとわりつくようにしてついてきてその時は見る影もなく痩せこけ毛も抜けていてお尻の部分はほとんど全部はげていた」 私だからこそこれに歌詞を与えおかゆを作り荒い言葉一つ書けるではなし腫れ物に触るように丁重にもてなしてあげたのだ。ほかの人だったら足毛にして追い散らしてしまったに違いない。私のそんな親切なもてなしも内実は犬に対する愛情からではなく。 犬に対する先天的な憎悪と恐怖から発した老快な駆け引きに過ぎないのであるが、けれども私のおかげでこのポチは毛並みも整い、どうやら一人前の男の犬に成長することを得たのではないか。私は恩を売る気は毛頭ないけれども、少しは私たちにも何か楽しみを与えてくれても良さそうに思われるのであるが、 やはり捨て犬はダメなものである大飯食って食後の運動のつもりであろうか下駄をおもちゃにして無残に噛み破り庭に干してある洗濯物をいらぬ世話して引きずり下ろし泥まみれにするこういう冗談はしないでおくれ実に困るのだ誰が君に ここんな「とをししてくれとと、頼みましたか。と私はうちに針を含んだ言葉を精一杯優しく嫌味を聞かせて言ってやることもあるのだが犬はきょろりと目を動かし嫌味を言い聞かせている当の私にじゃれかかる。なんという甘ったれた精神であろう。私はこの犬の鉄面皮にはひそかに呆れ。 これを軽蔑さえしたのである。蝶ずるに及んで、いよいよこの犬の無能が暴露された。第一、形が良くない。幼少の頃には、もう少し形の金星も取れていて、あるいは優れた血が混じっているのかもしれぬと、思わせるところもあったのであるが、それは真っ赤な偽りであった。今日は、 ここまでといたします。ありがとうございました。